これは沖永良部島に住む素潜り漁師が1ヶ月魚を売った金額だけで生活する物語。もちろん無一文野宿からのスタート。普段は見れない漁師のきつさ楽しさ全てお見せします。そして1ヶ月間でマサルはどこまで豊かになれるのか。1ヶ月漁師生活。今日はマジで金がないんで、なんとか魚を取りに行きたいと思ってたんですけど、もしかしたら潜れるかもしれない。ちょっと海を見に行ってみようかな。はい、それでは漁師生活3日目でございます。3日目にしてついに晴れました。今日はね、昼の素潜りに行って10キロ、最低10キロは取りたいですね。はい、車代2000円払えないんですけど、ちょっと借りていいですか？いいですけど、10キロ取れるまで帰ってこないでください。いいでしょう。今日は10キロ目標にして潜りに行ってきます。そして体重ですよ、結構食ったからね、昨日。74.6キロ、 3.6 キロ減ですね。あと 6.4 キロか。なんかいけそうだな。余裕そうな感じするね、あと 6.4 キロって。よし、今日も海に行って有酸素や有酸素、まあ、海潜るのってめちゃめちゃ体力使うからね。3時間水泳が続くみたいな感じやからな。そりゃ痩せるわな。よし、今日はマジで10キロ取っていい生活をしたい。今日も散財したい。節約なんかしたくないからな。はい、もうほんと俺節約めっちゃ嫌いだから、まあ、とにかく散財できるぐらいのお金を稼ごう。はい、そして今回なんとマサル生活初の朝ごはんがあります。現状鍋とか調理する道具がないんで、このまま食べます。このまま食べていいものなのか。ここには大量のね、調味料がありますから。全然美味しくないけど意外と食えるわ。もっといい飯を食うには魚を取るしかない。今日マジで取ろう。今回のルールのおさらい。普通の魚が1キロ500円、ブダイが800円、南洋ブダイが1200円、高級魚ハタが2000円、そして最高級魚スジアラ、コクハンアラ、フエダイが3000円となっております。ということでですね、本当にお金がピンチなので、今日は前に10キロのコクハンアラを見た一級ポイントにやってきました。で、そのポイントが今いるポイントなんですけども、なんと水深20メーターぐらいあります。さすがにこの水深ともなるとかなり息を整えて潜る必要があります。これだいたい5分ぐらいやってますね。そして潜航開始。ここの海底にはですね、だいたいコクハンアラかアジアコショウダイがいます。さて海底には何がいるのか。さすがに20メートルの深さともなるとちょっと遠いですね。30秒ほどでようやく海底に到着しました。はい、こちらマサル視点なんですけども、もうこの日の海はね、本当に渋い。何もいません。本当はね、ここでね、めちゃくちゃ魚がいるんですよ。こんなに魚がいなかったのは初めてです。もうどれだけ見渡しても魚の姿は見えませんでした。で、海面まで上がってくるまでもね、また長いんですけども、ちょっとここはねカットします。もうコクハンはいなかったんで別の魚をね探すことにしました。潜航開始。何やら岩の間に魚がいますね。息を潜めて近寄ってみましょう。さて狙いを定めてヒット。今取れたのは丸口姫路。果たしていくらになるのか。結果は750円。一
月で750円と考えると結構でかいですね。さて、さらに魚を見つけたようです。潜航開始。海底に無数の魚の群れがいますね。ニザダイの群れですね。普段は臭くて食べないんですけども、ここはお金がないんで取りましょう。ヒット。ちなみにこのニザダイ、冬だと美味しいです。夏はね、もうやばい。そして突如荒波に突っ込んでいくマサル、何がいたのか。おっと、何か取れたようだが、これはギンガメ味ですね。島ではあまり見ない貴重な魚ですね。そしてここで何やら発見しました。潜航開始。水深は10メーターほどでしょうか。何がいるのか。いました、今回の2000円魚、青の目旗です。これは絶対に外したくないところ。ゆっくりと距離を詰めていき、ヒット。いやー、なんとか取れました。よかったですね。ただちょっとちっちゃいですね。ということで、こちらが青の目旗、計量が楽しみですね。そして最後、帰り際に岩の中にとある生物を見つけました。ヒット。さて、何がいたのでしょうか。出ました、人面ハリセンボンですね。そして今日の漁は終了。果たして何キロになったのか。はい、それでは戻ってまいりました。こちらが本日の釣果でございます。シンプルにエネルギーが足りてなくて、かなりねハードな潜りでしたね。はい、ということで今日目標10キロだったんですけど、何キロいってるのかといったところで、人面ハリセンボンいきましょう。 1.7 キロ。次はニザダイですね。 1.9 キロ。で次ギンガメ味ね。うわ、あんまり取れることないからかなり珍しいわ。久しぶりに取った。1キロぐらいかな。 1.5 キロですね。 1.5+1.7+、500円魚合計 6.6 キロ3300円ですね。3300円。ただ皆さん、今日は2000円シリーズ畑系の魚、青の目旗がいます。これボーナスタイム。いけ、マジで1キロいけ。おお、 1.4 キロ。ってことは2800円ぐらい。ということで本日の合計金額6100円でした。じゃあお金ください。はい、じゃあ今日の報酬です。はい、ありがとうございます。6100円。あの、車代まだもらってないんで。ですよね。うわー、2000円、でかいな。車代です。明日も車代2000円取られるんで、実質3000円みたいな感じなんですけど。うわー、これ、もう俺、これお金貯まる？ちょっとハードすぎないかな。昨日よりはいいけど、これだとちょっと借金返せない可能性あるな。やばいね。ということで、本日からね、野宿となりますので、拠点作りをして、魚を食べようかなと思います。いや、ちょっとこれ、いつ家滑るんやろ？無理じゃない？うわ、きついな。今日買いたいもんいっぱいあったんやけどな。1万円分ぐらい買いたいものあったのに。ちなみになんですけど、もう、夜です。はい。漁の準備に1時間、移動に往復で1時間半ぐらい、潜ってる時間が4時間、7時間から8時間ぐらいかかるんですよ、1回潜ると。今日のこれは渋い。明日マジで頑張ろう。うん。ということで、今日はね、まあ気分的にニザダイですね。はい。鱗がないんで、一番さばきやすいです。で、このお魚たちはですね、競りに出します。ということで、今から野宿ですね。なんかこれ悪いことしましたっけ？なんかこれ、YouTuber がさ、普通に罰ゲームとかでやってるのってさ、3日間食事抜きとか、3日間なんとか生活とかや。これ、1ヶ月漁師生活、しかも10キロ痩せなきゃいけなくて、しかも野宿。ハードやな。外出るの嫌やもん、正直。で、今からですね、薪を拾いに行きます。薪は0円ですからね。
薪は0円やからガスコンロじゃなくて薪にしようと思ったんですけど、拾いに行くのがちょっと大変そうですね。今日昼間拾ってくるの忘れたんよ。最悪。今から拾いに行きます。今ね、10時半です。これは1時超えそうやな。はい、それでは夜飲みに来ました。薪を拾いましょう。薪があるといいな。ちなみになんですけど、本当はね、夜の海もね、潜りに行きたいんですよ。今日はですね、満月なんですね。満月の日は魚が起きてるんで、夜潜りに行ってもね、あんま取れないんですよ。だからもう今日はね、潜りに行かない。今日は魚食べるだけです。はい。うわ、これとかまな板に使えたじゃん。まな板買わなくてよかったやん。これ持って帰ろう。木がありましたよ。湿ってる。結構木ある。さすが台風跡。あっ、ほっほど湿ってる。待って、五右衛門風呂の風呂みたいなの来た。長い木がありましたよ。長い木が3本あれば屋根を作れます。テントなんか高くて買えないからね。あともう1本これいいんじゃない。あー、でもちょっと短いな。まあまあまあ、もうちょい探しましょう。いや、これでもう疲れた。サバイバルやったらもう砂浜の上に寝なきゃいけないからね。アルミマットがあるだけでもうめちゃめちゃ楽。そうだな、俺は贅沢になったんだ。野宿が嫌だなんて。まあ1日分はあるでしょう。帰ります。はい、というわけで野宿のポイントに到着しました。なんで野宿せなあかんの。すっごい今疑問やったことがちょっと今出てしまったんですけど。さあ、早速ですね、拠点作りをしていこうと思います。初日に買いましたマットです。拠点完成です。あ、でもいいかも。月が綺麗だわ。やばい、これ一回寝るときついな。頑張ろう。とりあえずめちゃくちゃ腹が減ってるんで、ニザダイを塩焼きにします。はい、というわけでニザダイをさばいていくんですけども、皆さん、なんで俺が今日ニザダイを選んだか分かりますか。これ見てください。ここニザダイには鱗がないんですよ。そう、めちゃくちゃ調理が楽なんですよ。だから今日はこいつ。じゃあまずは頭を落としていきましょう。100均の包丁って意外と切れるんやな。ちなみにニザダイは美味しい時と美味しくない時があります。美味しい時はめっちゃうまいし、まずい時は超まずい。海流の速度とか食べるもの、水温によって味が変わってきます。取れる場所が同じで、同じ魚種でも毎回味が違います。さて、これは白子がついてますね。白子ですね。これ美味しいかもしれないんですけど、今日はいいや。よいしょ。はい、楽ですね。くそ、水道がないのも辛いな。この血合いを取っていきましょう。はい、そしたら3番に下ろしていきましょう。ちなみにニザダイは三の字とも呼ばれてて、ここに3つ棘があることから三の字と呼ばれてます。これ結構硬いです。普通に骨と同じぐらい硬い。じゃあ2枚でいいな。2枚下ろしにしていきましょう。今食ったら何でもうまいと思う。おー、ニザダイ臭がする。これ何の匂い？う、ニザダイの匂い。今日のニザダイは結構芳醇な香りがしますね。いい匂いやんね。いい匂いです。だよね。じゃあ火をつけて焼いていきましょう。はい、そしたらこちら拾ってきた薪です。これで1日分はありますね。これで火をつけていきましょう。こういう生活をね、企画でやってて思うんですけど、やっぱりね、幸せって結構上限があると思うんですよ。例えばさ、なんかもうラーメンとかってさ、どこのラーメン屋行ってもうまいじゃん。ラーメンを食べて10の幸せがあるとして、じゃあめっちゃ世界一うまいラーメンに出会ったとして、それが100の幸せになるかって言ったら、またそういうわけでもないと思うんですよ。で、もう一歩進んだ話をすると、世界一うまいラーメンに出会ったとして、それを毎日食ってたら、最初の感動とは程遠くなってくると。つまり何が言いたいかっていうと、自分をやばい環境に置くことで幸せを得ることができる。普段だったらニザダイくせえなって思ってるけど、今食ったら絶対うまいはず。ということで、今何時でしょうか。23時半なんですけど、火を起こします。ついてきましたね。やっぱ焚き火いいな。幸福度爆上がりですね。
そしたらこの骨付きの半身の方、まず塩をかけます。皮も剥ごうかな。で本当にまな板いらなかった。2000円マジで損した。でも台風の中まな板を探しに行くっていう選択肢はなかった。うわー、綱がついた、最悪だ。でここに塩かけていきます。擦り傷ができてるところに塩がついてめちゃめちゃ痛い。でこれをですね、せっかく煙がすごいんでいぶしておきます。いぶしておいて明日の朝ごはんですね、まあ、燻製をする機会が今ないんですけど、ちょっとした燻製みたいな感じですね。これ燻製作れるようにしたいな。なんといっても冷蔵庫がないんですよ。冷蔵庫がないんで常温でね保存できる燻製があるとありがたいよね。三脚は使ってもいいもんね。なんかいろんな人に怒られそうやけど、使えるものは使っていく。おいいね、いぶせてるいぶせてる。よし、そしたらですね塩焼きも作っていきましょう。うわ早く食いたい。待ってるだけって暇やね。本当に燻製っぽくなってきてるよ。反対側しよう、反対側。いいですね三脚、最高だ。ニザダイの皮は厚いんで裏皮はだいぶ焦げても大丈夫ですね。しっかりと火を通しましょう。やばい、マサルの燻製ができるんだけど大丈夫かな。そういえばやけど箸がないですね。明日箸作ろう。切ろう。皮全然美味しくなさそうやな。もうサイの皮みたいなもんね。皆さんニザダイを焼くときは皮に切り込みを入れて焼いた方が良さそうです。ぜひ参考にしてみてください。もうちょいやな。これ入ってきたな。きつい生活3日目4日目ぐらいに入ってくると体が慣れてくるってやつね。そうなんですよ、サバイバルもね4日目ぐらいからだいたいね体が慣れてきて芯が強くなるっていうか、そのゾーンに入ってきた感ありますね。いいんじゃない。完成で、あっ、完成です。よいしょ。はい、それでは完成しました。いただきます。あ、めっちゃうまそう。見て、あ、だいぶ美味しくないですね。だいぶまずいな。これハズレニザダイだわ。うん、すごく水っぽくて硬くて臭い鶏胸肉みたいな味がします。うん、25点ぐらいだな。これしか食うもんがないですからね。マンスニーとかにした方がいいかもな。水っぽいんでね。まさこ食べてみてよ。くっさ。これなんか平気でバリバリ食ってるのやばいレベルにまずくない？後味がまずいです。やばいよね。結構極限状態なのに全然もう一口いきたいって気持ちにならないもん。ただ食べますよ。これしか食べるもんないから。これあと米あったらまだマシやな。ちゃんと焼けたらマシな味になったよ。あ、さっき半生やったんや。めちゃくちゃ酷評しちゃったけど、なんか金属の味がする。気のせいかな。あ、これは全然いけるわ。決して美味しくはないけど食える味になった。うわぁ、米食いてぇな。ごちそうさまでした。ニザダイをもういいやっていうぐらいまで食べれたんですけども、やっぱりね、魚タンパク質だけだと逆にお腹すいたぐらいの感じになってきてる。とにかく今糖分が欲しい。うん、明日なんとか魚を取って飯盒と米を買いましょう。そしたら幅がかなり広がります。明日の目標はそれですね。現在所持金5000円、明日車代引かれて3000円スタートになりますが、明日は20キロ取りたいね。もう眠いんで今日は寝ましょうか。いや、これ景色めちゃめちゃいいよ。プラネタリウムの下で寝てる気分です。はい、あ、ごめん、雅子の寝場所も用意しとかないとね。帰ります。